皆さんこんにちは、カズさんビデオです。本日は前回の内装紹介に続きまして、ハッピーワンプラスの走行と燃費についての動画となります。まずはじめに私が足回りでつけたオプション4つを紹介します。 1. タイヤホイール14インチへの変更10万円。 2. スタビライザーの前後10万円。 3. リアのリーフ増し38000円。 4. ブレーキ強化パッド2万円。以上の4つで合計258000円分となります。この4つは皆さんが足回りで気になるオプションの代表的なアイテムだと思いますので、今後の購入や追加装備の検討材料にしていただければ幸いです。私なりに詳しく説明しておりますので、よろしければ最後までご視聴ください。それでは早速行ってみましょう。そんなに運転正直荒くないんですよ。すごい安全運転で、なので走行に関しては全然苦じゃないですね。まだ乗ってすぐなんで、今後長く乗っていっていろいろと発見するところもあると思うので、それは徐々に徐々にレビューしていきたいと思います。こういうね、段差ガガガガの段差、落ちちゃいましたけど、結構ブレーキはもう本当問題なく違和感なく止まります。聞きにくいとか全然ないですね。アイドリングストップ、これがいる人といない人分かれるんでしょうけど、私はいる派です。燃費良くしたいんで。風速3メートルで全く参考になりませんでしたので、別日に撮影した風速8メートルの時の動画をご覧ください。風速8メートルで海を渡る橋の上では少し怖さを感じましたが、
個人的にはスピードを落とせば大丈夫な範囲でした。なので風の強さによってスピードを調整しながら運転していくことをお勧めします。続いては天候が悪い日に高速道路で撮影したレビュー動画になります。外気温度1度、風速8メートル、そして雪が降ってる厳しい路面状態の中で挑んでおります。風も強い、雪、最悪の天候の状態で今運転してる状態ですね。あ、トラックが後ろから来ます。最後に燃費についての動画となります。納車後満タンにした後から約2週間走っての検証です。ガソリンスタンドに到着して満タンにしてから走ったのが 307.2 キロですね。で、平均燃費、これも満タンにした後にリセットして今までの平均燃費13キロですね。まあいろんなとこを行ったり、まあ基本下道です。基本というか高速一回も乗ってないですね。全て下道ですね。でも私たちのところが結構長距離の道路が多いんで田舎道的な。よし、じゃあ中に入りましょう、はい、では平均燃費が今この表示では 13.0 ですね。だったのに対して走ったのが 307.2、 割ることの入れたリッターもギリギリまでこれも入れましたんで 24.13 は、あ、12.73、 あ、若干こっちの方が、まあでも角度とかもこの傾きとかで入れ方も違うから何とも言えないけど、ちょっとこれ表示よりは悪いかなっていう感じで、じゃあ今回の動画は以上になりますので、まあまた次回ご視聴いただけることを願っておりますので、どうぞよろしくお願いします。編集でき次第すぐ上げますので、お楽しみに。以上になります。ありがとうございました。